の一式駅は、岐阜県岐阜市や、一式町目にあった名古屋鉄道美野町線の駅。鉄名町駅から来た電車は、ここか日野橋駅で折り返す。1911年に、美野町線が美野電気軌道の路線として開業したのに合わせて、開設された。戦時中の1944年には一旦、休止されたが、5年後に営業を再開している。 美野町線は2005年に廃止され、当駅も廃駅となっている。無人駅で、ホームは低床総体式2面2線。かつては一面一線の防線駅だったが、美野町線が名鉄岐阜駅まで直通運転を開始した1970年に交換設備を新設、同時に駅が100メートルほど琴塚駅方面へ移された。関方面へは道路がそのままホームとなっていた。 名鉄岐阜方面ホームへは、校内中ほどの軌道上通路を渡る。名鉄岐阜駅発の電車は、鉄名町駅発の電車と、競輪場前駅からここか日の橋駅まで、続行運転を行い、同一ホームで連絡する。逆方向は、ここか日の橋で、鉄名町駅行きに乗り換えることになっていた。鉄名町より、路面上の併用軌道としてやってくるが、 駅の300メートルほど西側で専用軌道へと移行する。そのため国道上に東行きの車を止める信号があった。廃線後の2017年8月現在では、写真の通りに南側のホーム跡が残っており、北側ホームは舗装され、沿線道路と一体になっている。2.5万地形図、岐阜、1992年修正版。ABCD。 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図町7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。 ISBN 978から4から10から79万25から8。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、181ページ。ISBN4 から794207964。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月。 臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。